こんにちは、木下ゆうかです。今日はお菓子を食べたいと思います。わらび餅抹茶ゼロカロリー。ゼロカロリーだって。余計お腹が空くんじゃないかな。なことない。宇治抹茶塩って書いてます。これダイエット中の人にはすごく嬉しいですよね。もちろんカロリーはゼロカロリーです。これゼリーみたいな入れ物に入ってる。じゃあ開けます。うわー、これむっちゃプルンプルンやすっごいプルンプルン。揺れてる揺れてる。おう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 。どんだけゼロカロリーでわらび餅の味が再現できとるかですよね。スプーン入れます。お、弾力すごい。低反発、高反発。はあ、もちっとしてる、もちっとしてる。餅の粘りがちょっとある。おおおおおお、危ない。スライムみたい。いや、つかめんけど。これめっちゃプルプルで。あー、きた、やばい。これプル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 じゃあいただきます。おいしい。何これ。抹茶、私抹茶が好きやけさらに好き。なんかプリンプルンプルンで、わらび餅はお団子になっとるけど、これゼリーになっとる。でもゼリーの食感とはまた違う。もっと弾力があって、抹茶の味もすごくする。うわあ、危ない、危ないです。もうプルンプルン。これでゼロカロリーって嬉しい。うん、これを食べとうのゼロカロリーって不思議じゃない？なんでなんでなんでじゃあ最後の一口いただきます。うーん、美味しかったです。ごちそうさまです。わらび餅のお団子になっとるから、あれとはまた全然感じが違くって、プルンプルンプルンで、もう舌触りもすごくよくて美味しかったです。で、抹茶の味もちゃんとしてすごく好きな味でした。抹茶好きは多分めっちゃ好きだと思います。これ確か多分抹茶以外の味もいろいろあると思うけ、そう、抹茶が苦手な人は他のを食べてみてもいいかもしれないです、ね、あとダイエット中の人に超おすすめですよね。じゃあまた美味しいものを食べたいと思います。またね。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。